犬飼い君について、芥川龍之介、犬飼い君の作品は、大抵読んでいるつもりである。そのまた、僕が読んだ作品はいずれも手を抜いたところはない。どれも皆、丹念に出来上がっている。もし欠点を挙げるとすれば、あまり丹念すぎるために暗示する力を書きやすいことであろう。それからまた、犬飼い君の作品は、 どれも皆柔らかに美しいものである。こういう柔らかい美しさは、ちょっと他の作家たちには発見できない。僕はそこに、若々しい一本の柳に似た感じを受けている。いつか僕は、仕事を仕掛けた犬飼君に会ったことがあった。その時、僕の見た犬飼君の顔は、もし失礼でないとすれば、女人と交わった後のようだった。 僕は犬飼い君を思い出すたびに必ずこの顔を思い出している。同時にまた犬飼い君の作品のいかにも丹念に出来上がっているのも偶然ではないと思っている。